にも言ったでしょ、月水祭の前に願いの木に願い事をすると叶うって。本当にご利益があるんだよ。確かにそう言われていますね。特にここ何年かは月水祭前夜に託されたみんなの願いがいろんな形で叶っているそうです。そういえば雨続きだった年にヤンヤンが、月水祭の夜は晴れて宵月会が順調に開催されますようにってお願いしたんだよ。そしたら月水祭の夜は本当に晴れて丸くて大きなお月様が見えたんだ。私も覚えています。試しにやってみただけなのですが本当に願いが叶ったんです。